皆さんこんにちは。今回は角交換振り飛車対角交換振り飛車の将棋を10分切れ負けで指していきたいと思います。で、相手の方は77角戦法か、77角って1回上がって指してくる戦法ですね。こっちはちょっと早繰り銀っぽく行きたいなと思ってるんですけど、まあでもここでどうしてくるか、飛車を回ってきたら角を打って相手の桂頭を攻めていく作戦でいきたいと思います。で、歩をついて、これで桂頭、銀を出て桂頭を狙っていくのが、まあ、たまにある作戦で、まあ、結構、有力なんじゃないかなと思います。まあ、プロとかでも、あったと思いますね、実戦。まあ、これ歩をついて同歩同銀、多分角を打って反撃してくるってことだと思うので、まあ、それで銀を引いてとかもあるけど、歩を突かれて嫌か。まあ、一回歩突くんかな。これは後で角を打たれた時に歩を突いて角道を止めれるようにしたい意味ですね。あ、だから、それを防いで、歩を突いたって感じか。歩を突いてきたら同歩って取れるようにしたい意味ですね。飛車浮いとくと飛車浮いとくとどうするんやろ。角打ってくるんかな。飛車浮くと角打たれるか。じゃあ、3五歩同歩同銀は角で、でも歩で同歩で歩、まあ、銀上がるか、一回。まあ、エルモっぽくしようかな。金寄って、エルモ囲いに囲って、まあ、端歩は受けておいて。銀とか上がってきたら、この地点が弱くなるんで、そこで桂頭を攻めていこうと。してるんですけど、まあ、それがあるんで相手の方はなかなか銀を上がってこない感じですね。ただまあそろそろ相手の方も動かす駒が難しくなってきそうなんで、どうなんやろ。まあ、ちょっと気をつけないといけないの、角とか打ってくる手は、どこかでありそう。それ歩を突くとどうするんやろ。まあ、同歩は同銀で、こっちが5段目に出れて、良さそうなんで、ただ銀とかも飛車回れば、この角が狭そうなんで、同歩しかないんじゃないかな。でも同歩同銀でまあ角引かれて、ポイントは上げたと思うんですけど、こっちが。まあでも実践的にどうかと言われると、まだまだ全然難しいんで、まあそういう感じで指してくるんじゃ、そうですね。まあこれは同銀で、角を引いてきて、まあ、金、一回寄るか。エルモ囲いで。まあ、ここに寄った方が玉は硬いと思うんで。まあ、これで相手の方がどうしてくるかですね。銀とか出てきたら歩を打つ。同歩に歩を打つ狙いか。そっか、それがあるなら金とか寄って、悠長なことしてる場合じゃなかったかもしれないですね。そっか、それ、うっかりしてた。どうしよう。そっか。歩は同角で銀で。歩は同角銀引いたら取れる。けどまあ、歩打たれて、微妙か。あれどうしよう。そっか。でも一回歩は突きたいかな。同角で、同角にどうするかですけど、同角に銀引き、引き歩、同歩歩。そういう感じかな。歩をついて、同角に銀を引いて、角を引いた手に、もう一回歩を打って、で、同歩なら、この歩を取ってって感じですね。角を引いた手に、もう一回ここに歩を打って、それを同歩って取ってくれば、この歩で、この歩を取って、まあ、その時にこの角道がここで止まってるんで、ここに歩を打つ手が、まあ、なくなってるとまでは言えないんですけども、まあ、歩を打たれても同飛車って取る手があるんで。まあ、これ歩を打って。ここなんや。ここなんかちょっと当たりが強いというか、後で歩を打つ手だったり、飛車を回った時に角取りになったりするんで、ちょっと意外ですね。ここまで引かれるかと思ってたんですけど、まあ、ただここにいた方が、ここに角を出て使う手があるんで、まあ、それでそこに引いたってことではあると思うんですけど、桂馬か。まあ、これは一回取るかな。で、歩を垂らしてくるんかな。でも、飛車寄ってどうすんのやろ。飛車寄ったらどうするんやろ。これ、歩が受からないように見えるんですけど、
この歩が取れれば次にここでここに歩をなって同銀同角成同金同飛車成みたいな攻めもあるんで、手順にこの3筋に回れたのは大きい気がする。この飛車がどうしてくるんやろ。角で、まあ、角も取ればいいか。これは良くなったんじゃないかな。まあ、ここで何か反撃がなければこっちがいいですね。これは同桂で、歩にはこっちにかわす手もありそう。まあ歩、まあそうですね、取ってきません。歩はまあ普通に桂馬を取る手もありそうだったんで、でこれ次歩成とか桂馬を打って角を逃げた手に歩を成るとかもあるんで、まあ相手の方としては何か対応しないと。ああ角で、うん、でもこれ銀出ると引くのかな。銀出て、こっちはさすがに狭すぎると思うんでここに引くと思うんですけど、そこで桂馬を打って銀取りにして銀を逃げれば歩を成るっていう攻めを狙っていくか。まあ、ちょっと桂馬ってダサい意味はあるけど、え、桂馬引くと、え、引いたら何かあるんかな。まあ何もなければこの歩をついて桂馬を取りに行く手も後であるんで、どうなんやろ。まあただ例えばここで角を引いて歩をついて取りに行くと、ここの歩を伸ばしてきて桂馬を取った手に歩をついてきて、まあ攻め合いに来た時にそれが勝てるかどうかちょっとわからないんで、まあ歩をつくかはわからないですけど、角引いたら桂馬が普通に厳しいかな。桂馬を打って歩を成る手を見せれば、良さそう。まあ、飛車寄ってきた手に銀とかまっすぐ出れば、こう、角道を通しつつ、この桂取りになるんで。そっち。まあ、そうか。歩を突くと、その瞬間にこの角で銀が取れるってことですね。2三歩同金桂馬とかは、どうするんやろ。あ、でも2三歩同金桂馬は、2三歩ってここに打って同金に桂馬をここに打つ手はあるんですけど、金で歩をこの歩を取ってきて桂馬を成って角で銀を取って同角に成り桂を取る。でもそこで最後飛車で金が取れるから行ってみるか。まあこれ角引いてくれれば角が全然働かなくなるのと、銀をまっすぐ出てこの桂馬を取りに行く手があるんで、角を引いてくれればかなり得ですね。まあでも同金は桂馬、あ、こっちに打てばいいか。こっちに打つ方がいいかな。いやでもどうかな、微妙か。こっちに、ん？まあでも桂馬こっちに打ってもこっちに逃げてくる可能性はあるな。でもそれならこっちに打っといた方が中央に効いてるからこっちの方がいいかな。まあただこっちに打つと飛車の利きが止まっちゃうっていうデメリットがあるんで難しいんですけど、まあこれは同角で、まあこの歩を取ってきたら桂成かな。一回桂成か、まあ桂成か他の手もありそう。あ、でもこれ一回飛車回ってくるんかな。でも飛車回ってくるのは歩を打って同飛車に角を成れば良さそうかな。まあ、そこで桂馬なってくる攻めとかもあるから簡単じゃないけど、ただまあ香車取った後にここに香車を打って反撃していく筋もあるんで、まあなんとかなりそう。その展開は金を一回ここに逃げられて桂馬をなっ、いや歩、まあ歩受けたら飛車回ってくるってことか。なるほど。あ、それなるほどやな。そっか。まあ、歩打って飛車に何かいい手があればいいけど、歩を打って飛車回った時に、まあそこでこの香車取っちゃって同飛車に桂成とかでも良さそうですけどね。まあただそれ5五角とかがあるから、5五角で飛車香、この飛車と香車の両取りになっちゃうんで、難しいかな。まあでも歩を打って飛車を回ってきた時に、この香車を角で取って同飛車に、この金を桂馬ならずで取って、それが飛車取りなんで飛車を逃げた手に歩を成るとかもあるかな。
いやでもそれいろいろ5五角の筋がやっぱり反撃であるから嫌か。もう桂馬鳴っちゃう。歩を鳴る、歩を鳴る。飛車を回る。香車取る、取って同金。桂鳴る香車。ああ、そういう感じの方がいいかな。もう取っちゃうか。ああ、今のところ難しかったですね。ちょっと、判断が。いや、どうやったかな、今の。歩を鳴って、成り桂を入って、飛車に香車取って、取って同金で桂鳴って香車。ああ、なるほど、そこでか。まあ、これはでも、一回歩が打てますね。これちょっと得してるんじゃないかな。歩成りに、単に歩成りってやられた方が、なんというか、一手損、こっちが一手損してる形になってたと思うんですけど、これは、まだ銀取られてないんで、ちょっと得してる。なんか多分一手得してる気がしますね。ああ、でもそうでもないか、別に。まあまあまあ、難しいんですけど。これ、ここに香車打つ手で、まあ、同飛車は同馬なんですけど、歩を打てば香車は取られるんですけど、その瞬間飛車先が重くなるんで、そこで歩を成って攻めていけば勝てるんじゃないかなっていう読みですね。ここに歩を打つのはかなり嫌というか、まあ、やってくるかもしれないというか、多分やってくるんですけど、まあ、それを打たせれるのはかなり大きいですね。で、歩を成って。香車取ってきたら銀取って同飛車なら飛車成りみたいな感じで、ちょっと勝ってる気がするけどな。一手ぐらいは勝ってそうな局面に見えるけどどうかな。まあこれ銀もしここに逃げればと金寄っていく手が厳しいんで、多分もう香車取るぐらいしかないんですけど、あ、まあまあ銀取る手は一回ありますけど、まあ銀絡んでくるかな。銀絡むのには基本的には金を、この金をここに引くのが手筋なんですけど、まあでもそっか、銀だけ一回打っておいて、金引かせてから香車取るとかもあるな。ああ、やってきましたね。これ金取られると嫌なんで、やっぱ引くしかないか、でも。ただいつでも銀を打って詰ましに来る筋があるんで、怖い。同桂同桂ない同玉に、もう一回ここに桂馬を打って、逃げた手にまあ、角とか持ってれば角を打つとか、まあそういう詰み筋は警戒しとかないと、ダメですね。ただまあ、今のところあんまり駒がないんで、相手の方が。まだ大丈夫だとは思うんですけど。この香車を取られたら、後でここに香車を捨てる筋はあるんですけど、香車だと逃げる手があるんで、まあこれ同飛車は飛車成られるか、そうですね。飛車縦に多分逃げてきて、飛車成るかな。シンプルに。シンプルに飛車を成って、なんか多分飛車をこう横に使っていきたいんだと思うんですけど、その時にと金を寄って同金に角を打って、詰ます筋を狙っていきます。香車は逃げるけどな。で、銀絡んでくるってことか。ああ、それ嫌か。それ嫌なのか。逃げて銀で。でも銀打って金取ってきた時がまだ詰めろじゃないから、竜で金を取れば、一手勝てそう。多分寄せに来るなら銀しかないと思うんですけど、そこで銀を打って、同金角は寄りそうなんで、同金は角打って逃げた手に、まあ、この銀取れば詰めろになるんで、そうですね、取ってきたんですけど、これで金を取れば、相手玉は角からの詰めろ、竜取られても角打ちがあって逃げた手に金から詰みなんで、受けはないと思うんですけど、香車なりにも逃げておけば、これで詰まないと思うんで、これは勝ちになったんじゃないかな。まあ、金にも逃げて、取って同玉に飛車も歩を打って受けておけば、詰まないんで、これはギリギリなんとか一手勝てたかな。同銀に角で、まあ、同銀というか、竜を取った手に角を打って、逃げた手に金を打って同桂に金を打てば、詰みなんで、ああ、逃げてきましたね。そうか。まあ、ただこれは、銀を取っておいても別に大丈夫かな。詰みもありそうやけど、角はでも同玉で詰まないから取るか。で、次銀打ち逃げて金の詰みを狙って。で、相変わらずこっちの玉に詰みはないんで。
まあ、なんかこの飛車がここに来る手が攻防になるとかそういうのは警戒しないといけないんですけど、そうですね、大丈夫ですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると一層嬉しいです。ありがとうございました。